皆さんこんにちは。一般社団法人日本精神保健福祉士養成校協会会長の石川東学です。本協会はソーシャルワーカーの国家資格の一つである精神保健福祉士を養成する大学養成校、専修学校などで構成する教育団体です。精神保健福祉士は主に精神に障害のある人の生活に寄り添い、その人らしく生活地域で暮らすための支援をするソーシャルワーカーであり、その専門的な力を生かしてさまざまな場面で、あるいは領域で活躍をしています。例えば精神科病院や精神科クリニックなどの医療機関、また社会福祉施設や司法機関などで活躍し、虐待に対する相談機関のソーシャルワーカー、または皆さんの身近にある小中学校でのスクールソーシャルワーカー、企業で働く人のメンタルヘルスをサポートするソーシャルワーカーとしても、その活躍の場が広がっています。海の日には毎年ソーシャルワーカーデーとして全国各地でイベントを開催し、先ほど述べましたソーシャルワーカーである精神保健福祉者、社会福祉の活躍を紹介しています。ぜひこの機会にさまざまなイベントに参加して、ソーシャルワーカーの使命とその仕事の内容を知っていただきたいと思います。